ばんは、本日は高血糖について、説明していきたいと思います。高血糖なんですが、糖尿病の患者さんというのは慢性的に、血糖値が高い状態なのですが、それが急激に上がってしまうことを言っています。はい、でこの高血糖の説明をする前に、この浸透圧ということをちょっと説明したいと思います。この浸透圧結構重要になりますので、これがちょっと分かってないとこの先ちょっと理解しづらくなってしまうので、先にちょっと説明したいと思います。はい、で浸透圧というものは、例えばなんですけど、容器の中にお水を入れます。でこの半透膜という、ちょっと分かりづらいんですけど、水を通過することができる、水だけ通過することができる膜が、体の中にはあるんですけど、この半透膜でこの容器を遮るんですよ。でその中に同じ濃度ですと水の移動っていうのはないんですけど、例えば片方が濃い、例えば塩がこっちだけすごい濃いお水を入れて、こちらに薄いお水を入れた状態にしておきますと、お水というのはこのように移動するんです。濃い方、薄い方から濃い方に移動するので量が増えるんです。なるべく濃度を同じようにする、これが浸透圧になります。で体の中も同じようなことが起きています。細胞と血管の中でも、濃い方にお水は移動しようとします。はい、なので通常はバランスが取れているんですけど、糖尿病の方血糖値が高いので、血管内もしくは細胞内に水が、余分にというより、濃い方に移動してしまうので、高血糖の方っていうのは脱水になってしまうんですね。はい、でそれが細胞内にお水が少ないのか、それとも血管内にお水が少ないのかという差なんですが、どちらにしても脱水になってしまいます。はい、でどっちがどっちの脱水が強いのという話になるんですが、まず細胞内が脱水になってしまう、糖尿病ケトアシドーシスというものを説明したいと思います。これは1型の糖尿病の方がなりやすい病気になります。はい、まずインスリンがありません。なので1型糖尿病の方は、糖分をエネルギーとしてまず使いません。でエネルギーがないとどうするかというと、脂肪をエネルギーとして使います。でそうするとどうなるか、ケトン体というものが生まれるんです。そのケトン体って何ってなるんです。これが酸性の物質なんです。で、酸性の物質、アセトンとかアセトサク酸というものが出てくるんですが、そうなると体が酸性になってしまう。いわゆる医療用語でアシドーシスと言われるんですが、体が酸性になってしまいます。で体が酸性になってしまうと、なんでダメなのっていうことなんです。基本的に人間は、若干中性より、若干アルカリ性に傾いています。なのでアシドーシスになってしまうと、その体のバランスがおかしくなっている状態なのでダメなんですね。原因としてはインスリンがまず絶対的に欠乏します。なので1型糖尿病の方がインスリンを打ち忘れてしまったとかっていう時に起こることがあります。でこれ低血糖の説明の時も説明したんですが、このシックで、病気の日という意味なんですが、これ感染であったりストレスということなんですが、風邪をひいてしまうと、ご飯が食べれなくなってしまうんです。でご飯が食べれなくなってしまうと、ご飯食べてないから、糖尿病、インスリン打たなくてもいいかなって、何もしていないとその血糖値どんどん上がっていくんです。でそうするとこの糖尿病ケトアシドーシスになる可能性があるということですね。なので多分この1型糖尿病の患者さんとかは、お医者さんから、風邪をひいた時とかこのようにやってくださいねって
指導が入っていると思いますので、その指示に従ってください。はい、でどういう症状があるのということなんですが、まず脱水なので喉が渇きます。でいっぱい飲み物を飲みます。でいっぱいおしっこします。で肌も乾燥しますね。で体がだるくなり、気持ち悪くて吐いちゃうんですね。でまあ、ここにショック状態って書いてあるんですが、ちょっとこれは難しいので省きます。であと意識がなくなっちゃうというような症状が出ます。はい、でこちら、赤くこっちは囲ってるんですが、クスマウル呼吸って言って、まあ、体が酸性になってしまうので、呼気からこの酸性をなんとか、アルカリ性の方に傾かせようとして、深くて速い呼吸になっちゃうんですね。でアセトン臭っていうんですが、このアセトンっていうのがちょっと甘酸っぱい匂いがして、その匂いです。アセトン臭、甘酸っぱい匂いがします。でこれ特徴的なんですが、お腹が痛くなるんですね。なので、まあ、1型糖尿病の方がもしこういう状態、まあ、ちょっとこのアシドーシスになってしまうとこういう症状が出るんだよということを頭に入れておいてください。はい、でもう一つあります。でもう一つが血管内の脱水が強い、高浸透圧高血糖、ちょっと言いづらいですね、高浸透圧高血糖症候群。はい、でこちらが2型糖尿病の特に高齢者の方がなりやすいです。はい、これは何でなってしまうのっていうことなんですが、またこれも感染ですね。風邪をひいちゃったり、もしくはこの高齢の方なんて利尿剤、これを使った時になりやすいです。でまあ、シックで言うと同じような感じですね、まあ、インスリンとかを使わなくなったりしまうと高血糖に行くんですね。でそもそも高齢の方が、まあ、糖尿病の方ずっとなってて、そもそも体の状態が良くないんです。なのでこういう状態になってしまうととても用が悪い。こっちの方は若い方なので、そもそも体は元気なんだけどインスリンが出ないってだけなんですけど、こっちの方はもう血管もボロボロで、しかもなんか他の病気もあったりしてっていうことで、ちょっとこちらの方がこういう症状になってしまうとちょっと大変なんですね。はい、でこちらは糖尿病のケトアシドーシスに比べて脱水がめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いです。なんでこの喉が渇くとか、このいっぱい飲むとかおしっことか この乾燥とかの症状めちゃくちゃ強いです。で血糖値もめちゃくちゃこっちに比べて高くなります。なんですけどインスリンは多少出てるので、このアシドーシスの方には多少しか多少傾くんですけど、ここまでの症状は出ないというのが特徴になります。まあ、なんですけどこっちの方は本当にもうちょっと体がそもそも弱ってる状態でこういう状態になってしまうと、ちょっと予後が悪いという特徴があります。はい、まあ、どっちにしろ、まあ、糖尿病になってしまうと、先日もやった低血糖であったりで、このような病気にもなってしまうということで、まあ、他にもいろんな病気もなりやすくなってしまうというところで、皆さん糖尿病にはならないように本当に気をつけていきましょう。はい、これで以上となります。ありがとうございました。